ディック・デールはアメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン出身のギタリストである。本名、リチャード・アンソニー・モンスール。左利きのギタリストで、主にフェンダーのアンプを使用する。ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて2003年は第31位。2011年の改訂版では第74位。父が、 レバノン人で母はポーランド人。1954年頃にボストンからカリフォルニア州に移住した。生来の左利きでギターを始めた際に右利き用のギターをそのままひっくり返して使っていたために当初はかなり苦労したというがこれが後々まで彼ならではのスタイルとして確立されていくこととなる。1958年にディック・デール ヒズ・ゲルト・オンズとして、シングル、ウー・ウィー・メアリーでデビュー、1962年に、ファーストアルバムを発表した。同年、ミシルルーがヒット。66年までは、毎年順調にシングルを発表したが、以後は、サーフィン、ホットロットミュージックが下火になったことやレコード会社の無理解から契約を解除されたほか、自身が直腸ガを患い、 長期療養を余儀なくされるなどスランプに陥った。75年にカムバックシングルを発表。その後、再びシングルが出なくなる。87年には映画、バックツーザビーチのサウンドトラックのレコーディングでスティービー・レイボーンと共演を果たし、パイプラインを発表。1993年アルバム、トライバル・サンダーをリリース。本格的に音楽シーンに返り咲いた。 1994年の映画、パルプフィクションやタキシーシリーズでミザルーが使用され、デールは再度注目され、音楽性が再評価されるようになった。後にザ・サーフ・コースターズをサポートアクトに迎えて来日公演が実現している。2006年には、ブラック・アイド・ピーズがリリースした楽曲、ポンプ・イットでミシルルーがサンプリングされるなど、 ヒップホップミュージック界からも注目された。そのバイオレントなギターサウンドは、ガレージロックやパンクロックに与えた影響が大きい。ジミ・ヘンドリックスも生前に影響を受けていたことを明言している。2019年3月16日、カリフォルニア州で死去。81歳没。晩年は2度目の直腸癌を克服したものの、腎不全と糖尿病を患うなど健康上の、 問題に苦しまされ、胃と腸の一部を切除する手術を受けてからは、毎月3000ドルの費用がかかる人工肛門の医療費の支出に苦労していたと、ピッツバーグシティペーパー氏に語っていた。医師からは演奏活動を止めるように言われていたという。ステージで、主に使用していたギターは、ビーストと名付けていたフェンダーストラトキャスターで、ボディがスパークルゴールドに再塗装され、コントロールは、 トーンのポットをすべて取り外し、さらに、オリジナルの5連レバースイッチに加え、前後ピックアップを同時 ON に瞬時に切り替えるトグルスイッチを増設する改造を施していた。後にフェンダーカスタムショップから発売された、リックデールストラトキャスターには、右利きギタリストでも、リックデールの音色が出せるように、コントロール系が自身のビーストと、 同じものになっているのはもちろん、リアピックアップの角度を通常のストラトキャスターとは逆向きにセットし、ネックもリバースヘッドにすることで、リックデールならではの音が得られるようになっている。かつては、リックデールモデルのアコースティックギターもフェンダーから発売されていた。ありがとうございます。